あのガンダムオンラインをする前にちょっと一つ言いたいことがある。ガンダムのプラモデルを買って、あの作って、これあの買ったっていうのはちょっと嘘ついたけど、あのもらったんで、これ作っ、これこんな、これガンダム、これガンダムなんだけどね、これ作ったんだけど、なんかこんてる最初の方は調子よくて、これちゃんとあのちゃんとね、ちゃんとガンダムな、ちゃんとガンダム最初はちゃんとこうあのガンダムになってたわけ、こうちゃんと なのに、なんか次後半から急になんかこんななんか車輪のパーツとかが出てきて、で最終的には なんかこうしろみたいな、逆じゃんこれ、絶対こう、絶対こう下、なんで頭にこう刺さるパターンの、そんなガンダム知らん、そんなガンダムじゃない、これは安室風実況ガンダムオンライン実況者のエテポンゲです。よろしくお願いします。本日の2戦目です。2本撮り、本当に時間がないんで、本当に時間がないんで、もう本当メンテ来ちゃうんで、マジで、ね、狙いに行くわ、もう本当、今回も、笑い抜き、ね、もういつもの本当、面白くて、かっこよくて、可愛くてピュアで優しくて、そんな相手さんは今日はなしです。もう今日はもうマジ、あの怒りと憎しみ、怒りとテーマ、今日のテーマは怒りと憎しみの20分っていうことで、やっていこうと思います。今回から、一応あのトレーナーを、3機、ぶち込む、3機、本当1回やられてしまうと、もうひたすら数字を真顔で眺める時間ってのが出てきてしまいまして、あの本当にもう見せられないぐらい真顔で画面の真ん中の数字、タイムをこう眺めるっていうのがありまして、まあもうね、まあやられないんですけどね、もう今日は。もうこの一戦で決まっちゃうんで、まあこのトレーナー必要ないと思うんですが、一戦闘員としてね、やっぱり何もしない時間があるというのは良くないと判断しましたので、今回から一応トレーナーを3機、用意しました。まあ乗ることはありません。もうトレーナーに乗るイコール恥だと思っていますので、そこのところよろしくお願いします。今回はこのリック・ディアス。使用します。昔はチャージビームライフル主体のリック・ディアスだったんですが、もうねチャージビームライフルっていうのがもう化石と化してしまいましたので、今回の武装はチャージ・クレイ・バズーカー F 型、そしてサーベル・ビームサーベル改良型、あとは、このビームピストル2班ですね。2班 F です。はい。もうこのビームライピストルがね、これがもう弾速と命中率と、もう打ちやすいというか、その、非常に、なんて言うんだろうな、こう、打ってて気持ちがいいんですよ、このビームピストル。
これはね、撃ったことある人なら分かると思うんですが、このビームピストルのその撃つ感覚っていうのがもう非常に気持ちがいいです。なんでね、チャージクレイバズーカーで F、 この F 型で一気にね、ダウンチとダメージを与え、この気持ちいいビームピストルで気持ちよく、敵を勝っていこうと思います。はい。でね、今回も、やはり保険のビームサーベル改良型、20分という戦いは非常に長いのでね、弾切れになった際にはこのビームサーベル改良型で、敵を、切り刻んでいこうと思います。はい。ではもうメンテまでね、もう全然時間ないんでね、どんどん今日もう、ていうか20分戦い抜けるまで今日取り続けますので、はい、よろしくお願いします。よしよし、もうここはもう完全にディアスマップですね。もう完全にディアスマップ。今回は凸の方は控えさせていただきます。いつも行くこの BZ ルート、まあね、もう間違いなく、通るんです、もう絶対通るんですよ。エテがやるとね、もうなんかね、通るんで、ですけど、いや、うん、まあ確実にZ 拠点のね、20% はね、持っていけるんですけど、20% 持っていくんですが、それを引き換えにね、死ぬ確率が、約60%。ちょっとリスクがね、大きいんで、今回は、凸なしで、よろしくお願いします。基本的には、このマップ中央で、戦おうと思います。はい。もう出撃して、あ、バーンでドカーンで、あ、ギャーで、なんかもうそういうのもいいから、もうそんなつまんないから、もうそういう時代、もう時代はそんなんじゃないから。エテポンゲリハプティズム、いきます。ちょ、相手もパラサーテに欲しいんだけど、パラサーテに欲しいな。し、どんどん行くぜ。本当に死にたくないからって言ってね、胃もったりすることは絶対にしないんで、それだけは。まあそれだったらもうガンをやめるから、もう。ああ、これはちょっと一旦引いといた方がいい。やばい、一応来て、おしおし、冷静に対応した、冷静に対応した。今のはジオが、あ、もう一匹来てる、もう一匹来てるよ。冷静に対応しろ、いかれ。ああ、ちょっともう一匹来てる。うわ、ちょっと待ってくれ。あ、